皆さんこんにちは、ケンです。本日は旅の前に、ロードバイクを洗車したいと思います。以前も動画で丸洗い洗車の動画を出しているんですけど、その時は高圧洗浄機を使いました。ただ今回は、別にそんなに汚れてないんですよ。そんなに汚れてませんので、普通にホースの水で、丸洗い洗車をしていきたいと思います。それではご覧ください。本日使う道具をご紹介したいと思います。まずこちら、このバケツに入っているのは中性洗剤です。食器洗いの洗剤とかですね。それを泡立てたものになります。でこれはよく、カー用品店で売ってるちょっと安いスポンジですね。でこれは結構柔らかいんですけど、細かい部分、ワイヤー周りとかをするためにこういった柔らかい、ブラシを使ってます。でこっち、この3つは、チェーンとかスプロケットとか金属部分を洗うものになります。これは100均で売ってるやつで、これもホームセンターとかで買ったやつです。でこっちもこうちょっと固めのブラシですね。で共通して言えるのは、この3つはすごい硬いです、ブラシは。でこっちは柔らかい。でこれはチェーンがバタつかないようにチェーンキーパーですね。動画で登場しますので、参考にしてみてください。で今回旅が、何泊もありますので、今回チェーンにはこのチタンオイルを塗布したいと思います。でこのラスペネはブレーキとかディレイラーの修道具に、塗布するものになります。チェーンクリーナーを紹介し忘れました。これを使ってチェーンの汚れを浮かしたいと思います。いつもは液体のディグリーザーを使ってるんですけど、チェーンクリーナーどうなんでしょうね。ちょっと初めて使います。Control.
洗車とかを毎週してると、愛車の不具合とかも発見できますし、丸洗い洗車じゃなくてもバイクを点検するっていう意味で、洗車はした方がいいとは思います。フロントブレーキのネジが緩んでます。フロントブレーキのネジが緩んでましたんで、ちょっとここトルクレンチでしっかり固定したいと思います。はい、続いてホイールですね。Maybe I am too much.
毎週できなくなります、まあ、そこはですね、ホーミングマルチクリーナーとかそういったものを活用して、まあ、室内で、メンテしていきたいと思います。ぶっちゃけ洗車するほどじゃなかったんですけど、今回洗車して本当良かったです。こう緩んでましたので、ブレーキ関係って非常に危ないもんですから、もう本当に見つけて良かったなと。下からこいつで栃木県の方に行きたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。